私が平井さんに初めてお会いしたのは2002年か2003年ごろに韓国であのダボス会議の地域会議のアジア版があって。 そこでソニーコンピュータエンターテイメント。そうですね。<に>懐かしいですね。はい。<laughs> その時に、あの、英語でスピーチされたのがものすごい強烈なインパクトを覚えていて、僕は未だに英語のプレゼンテーションで一番うまいの平井さんだと本当に信じてるぐらいですね。あの、今度できた G1 グローバルにも来ていただいて、いやいやい英語です。ません。スピーチしていただいて、いかにですね、インパクトがあるスピーチをするかっていうのを見ていただけたらと思いますが、その後、まあ、あの、平井さんもソニーの CEO に働いて、はい それから2012年から18年、19年までそうですね、6年間、えー、CEO しまして、<お>それで最後の18年から19年は会長ということで、1年間だけ会長しましというそういった期間において、まあ、いわゆる V 字回復という形で、まあ、ソニーがずっと赤字を4年連続で、まあ、出していた。 時期にに、まあ、平井さんががトップになられたわけですが、まあ、スピーチの中でねそういったリーダーシップの方法論っていうのをお伺いしましたが僕は3つお伺いしたいと思っていて、はい、1>, 1つが、まあ、事業構造改革の戦略面 2>,、はい、2つ目がグローバル、まあ、どうやって勝てるのかっていうのと3つ目が平井さんの素晴らしいなと思う人の目利きとていますけど吉田さんとときさんの話が僕は結構インパクトあると思っているすそのどうやって選んでどう思われたら、はい、この三3つを聞いてみたいと思いますが1つ目が まあソニーといえば以前はエレキだったものは今完全にゲーム映画音楽の会社になってでそれ以外にエレキ半導体、まあ、ファイナンスがファイナンスは切り離していくという形になったわけですが、まあ、そういったその、まあ、ずっと平井さん自身はもうソニーミュージックから入られて、はい、まあそういったソフトエンターテインメント系のまあキャリアが長いわけですがソニーの,そのまあ社長になった時に何を思われて、まあ、感動という言葉をおっしゃっていましたけど まあどういうふうに事業構造を変えていく必要性があるというふうに認識されて行動されたんでしょうかあのまずは事業構造を変える前にやっぱり意識を改革しないことにはこれはまさしく前に進まないなというふうに思ったんで。 ええー、まあ、その、ワンソニー、要するに、ソニーってのはいろんなことをやってるけども、やっぱりみんな一緒になってやらなければいけないっていうことですとか、それからあとは、この会社っていうのは本当に金融であろうと、エレキであろうと、エンターテイメントであろうと、やっぱり感動を提供する会社なんですよっていうことで、皆さん同じ方向に向かっている、あの、金融だからこっちで、エレキはこっち、エンターこっちじゃなくて、感動を提供するっていうことはみんな一緒なんだっていうことをやっぱりメッセージとして出して、まず心の、 ま、準備っていうかそこでやっぱりまずは、えー、オンザセンページになってもらうっていうのはやっぱすごい重要だというふうに思ってでその上で。 一番やはり、まああのー、当時ですねやっぱり辛かったのが、えー、エレクトロニクスのビジネスと、えー、りわけですねやっぱりテレビのビジネスというのはもう長年、赤字ずっと続いてましたし、まああのー、よくですねいろんなステークホルダーからいつ撤退するんだとかいつ売却するんだということを結構言われてましたけども、えー、実際、具体的にどういうふうに改革していくかということに着手したわけですけれどもまずは事業よりも最初に心社員の心のやっぱり変革っていうのをまずはやろうということでスタートしました。 心の改革をした上で皆さんモチベーション上がりますよね。はい、一方で戦略面に関して間違えてると当然、解消うまくいかないわけですが、はいはい、戦略面事業構造改革で何を実際やろうと考えられたんですかあの一番何をやるか、まあ、と例えばテレビを例に一つ出すんですけれどもあの、まあ、テレビビジネスをこう分析していくわけですよね。そうすると、まあ、そのスタッフとして分析するわけですけれどもなんでこのビジネスは 黒字にならないかっていうことは、もうつらびやかに分かるわけですよね。要するにコストが高すぎる、台数が出ない、まあいろいろあるんですけども、一番残念だったポイントっていうのは、えー、別に私の前の代々の皆さんだって、これ別にテレビ事業だけじゃなくて、いろんな赤島事業ってそうなんですけれども、何をしなければいけないかっていうのは分析すれば分かるんですよね。で、分析して何をするかいけないか分かるんですけども、ポイントはそれを実行、行動に移せるかどうかなんですよ。で、それがなかなかできてないから、 赤字が続く。つまり、逆に言うと、いろんな改革をしなければいけないですから、痛みを伴うわけですよ。リストラ多分しなければいけないかもしれない。コスト構造を変えなければいけない、いろんなあるわけですよね。で、それを、うん、そこまでやんなきゃいけないかってなった瞬間に行動しなくなって、 で残念ながら日本の企業別にソニーだけじゃないですよ日本の企業っていうのはまあ3年間頑張ってくれたら君平井君次のところに行くからって言うんで3年我慢すれば一応いいんですよねもしくは5年我慢すればアメリカの場合はそれやったらばはいさようならになっちゃいますけどもだから結局何をしなければいけないか分かってるんだけども行動できなかったでこれって別にテレビだけじゃなくてあの例えば何がいいかなああの写真の業界で言ってもコダックだって デジタル化の波が来るって分かってて、彼っといろんな研究をしてたんですよね。でもそこにビジネスの業態を変えるっていう踏み切りができたかっていうと、できなかった。今だからブランドライセンス状態ですよね。富士フイルムさんはデジタルをやっぱり取り組まなきゃいけないし、同時に違うビジネスに果敢に参入していくんだってことで、いまだに素晴らしい企業になってますけども、だからそこで痛みを伴う、大変だっていうことをやらなければいけないことは分かってるのに、行動できるか躊躇するか。 これが大きな違いだと思うんですよね。そういう意味ではこうモチベーションを高めて感動というテーマを作った上で、はい、今度はまあソニーさん非常に優秀な人たちがすごく多く入っている会社ですのでその方々が分かっているものを提案したものを思い切って行動させていくともう要はもうそのボトムアップで上がってきたものに関して思い切って行動するようにというものをまあ仕向けたです。それはすごい大事ですしあとはあの全員とは言わないですけれども特に例えばテレビビビジネスで言ったらば やっぱりなんでこれはこういう状況に置かれているかってことは社員もよくわかってるわけででそれに対してどれううだけ強いアクションを起こしてくれるかどうかっていうのは期待してるんですけどもなんかやっぱりちょっと違うような戦略でとりあえず乗り切ろうとしてるっていうのは逆に見えてしまうんで別にこれはテレビ事業だけじゃないですよいろんな事業はそうなんですけれども社員はだからわかってるからこそやっぱり明確な判断だとか大胆な施策っていうのは期待してるんだからそれに対してやっぱりマネージメントは答えなければ モチベーション下が下りますよねあまたなんか生ぬるいことでおしまいにな,なっちゃったらばもうすごいモチベーション下がっちゃいますからそこまでやるんですかじゃあ頑張りましょうってやっぱり言えるかどうかそういう環境を作れるかどうかがやっぱりそれはリーダーに求められるんじゃないですかね。そういった事業構造に関してはエレキに関して改革と話をされましたがトータルのポートフォリオでいうと。はい まあ半導体、エレキ、まあ、ファイナンスというものがあるのと同時に、まあ、ゲーム、音楽、まあ、映像、まあ、映画ですね、その分野が伸びていると、はいはい、そっちの分野に思いっきりこう、寺田さんもご存知の分野ということもあったんでしょうが、それに結構経営資源を投下して、グローバルに買収もかなり仕掛けていったわけですがやはりそれは戦略的にそっちの方向が伸びると思われて、そちらを投資されたんでしょうかあのエレキのビジネスというのは、まさしくですね私の特に社長がやったフェーズでは、何しろ、えー、黒字化する。 全体として、特にテレビを中心に黒字化していくっていうのはやっぱりすごい大きなポイントであって、一方でエンターテイメントの方がですね、これからやっぱりゲームも映画も音楽もですね、やっぱりどんどん伸びていく。で、それもですね、特に音楽で言えば、先ほどちょっとお話し,しましたけども、CD とかダウンロードじゃなくて、やっぱりスポティファーを通してサブスクのビジネスに変わっていくっていう中で、これは伸びていくなっていうふうに見えましたし、 それからあとは、えー、映像関係もですね、当然劇場公開画がヒットしていくっていうのはそうなんですけども、まあ、アマゾンさんとかネットフリックスさんとかいろんな配信業者さんに対してコンテンツを制作するっていうビジネスのこれがどんどん伸びていくっていうのを思いましたし、あの、まあゲームはですね、当然 PS5 で新しい世代になっていくっていうのを見てたので、コンテンツの方がですね、これはもうどんどん伸びていくっていうのは分かってたので、そっちにやっぱりどんどん、えー、まあ、傾斜配分していくっていうことをやっぱり考えなきゃいけないっていうのがあったのと、もう一つグロースであったのは、 エリキの中でも、コンスーマーエリキは、えー、まあ、黒字化するってことなんですけども、あと、なかなかやっぱり、あの、額が多くてですね、結構、あの、リスクが高いのが、今までに続けてますけども、あの、投資を。やっぱ、あの、半導体のビジネスで、やっぱりいかにですね、えー、製造のキャッパをどんどん上げていくか。で、それはもうまさしく、一番大きなビジネスであるスマートフォンのビジネス。 のインパクトがこれからどう,いう,ふうになっていくかということを分析しながらやっぱりこれも結構あの積極的に投資していったというのはエレキのサイドでもあります、ね、まあ一時期、サムスンがですねエレキ以外やらないというふうに言っていてソニーがソフトのエンタメいったのは間違えたという案に言っていたのが今や逆転してそういったそのソフトエンタメ分野における成長がソニーを支えていてディエキメに関してもまあ当然まあこれから圧倒的な違いが出てくるんじゃないかと僕は思っているわけですがその中で2つ目の質問がグローバルということで あのまあ、ここにいるメンバーは僕も含めてやっぱ世界で勝ちたいと思っているわけですね。で世界で勝つ上でやっぱで世界における経営というのを考えなくちゃならないわけですが平井さんから見て、まあ、日本以外の国における経営で何が違うのかあるいは同じなのかどういった面を意識されているのか日本におけるドメスティックの経営と世界の経営で何が違うのかまず一番大事になってくるのが、えーまあ、いろんなビジネスをやってますけれども世界レベルで経営をするということは えー、先ほどの話じゃないですけども、自分が全部まず知ってるはずもない、わけもないということをまず認識しなければいけないですし、それに対して、じゃあ知ってる人たちはどこにいるんだろう、その業界のプロはどこにいるんだろうっていうことをやっぱり考えながら、えー、結構ですね、やっぱり、えー、ノンジャパニーズの方々にもいろんなビジネスを経営をしてもらってるっていうのが、 ポイントじゃないかなと思うんですね。で、例えば、ミュージックで言えば、ソニーミュージックジャパンとていうのはこれ日本の法人なんで、これは日本人がやってるんですけども、日本以外の全世界、これはですね、えー、ハワード・ストリンガーの弟のロブ・ストリンガーっていうのが長い間ずっと CEO やってますし、で、その下で、えー、著作権管理をしているのも、これもですね、やっぱりアメリカ人がやってますし、 えー、アメリカのハリウッドの映画スタジオももうハリウッドのエキスパート。えー、長い間ハリウッドで仕事をしてきた、えー、著名な経営者にやっぱりやってもらってますし、これはもう日本人、アメリカ人、え、いろんな、あの、イギリスにいろいろ入れ替わってるんですけども、えー、ソニーコンピューターエンターテイメント、改めソニーインタラクティブエンターテイメント、プレイステーションもですね、今イギリス人が経営しているということで、日本の本社の会社だから、日本人が現地に行ってっていうのもある程度はできるんですけども、根本的にはやはりその道のプロ、 要するに現地で実績を上げている人たちにやっぱり任せるということをですね、やっぱり考えないと、なかなかですね、日本からこうやれ、ああやれって言っても物事は進まないと思います。私もですね、それ受け手側もやってます。あの、ちょうどですね、プレイステーションのアメリカの社長をやってる時に、アメリカのゲームビジネスを、まあ仲間と一緒にいろいろと開拓してきていろいろやってるんですけども、あの、時々ですね、東京から指示が来るわけですよ。あの、ウォルマートに対してこういうふうに指示してくれ。え そんなことアメリカじゃやらないですよとかね。あの、そもそもプライスプロテクションなんかやめるように言え。いやいや、アメリカでプライスプロテクションやらないなんてありえないですよとか。あ,あよってやっぱり受け手が、でもやっぱ、りあ、こういうちょっと外した指示が来るんだっていうのは分かってたんで。 自分が社長になった時にはそうならないように、ちゃんと現地で物事は分かっているプロに、やっぱり任せて、彼ら彼女らと議論をして進めていくっていうマインドセットを持たないとですね、なかなか日本から全部指示を出そうっていうところで、結構間違いが起きるんじゃないかなというふうに思いますよねなるほど。そういう意味では、日本も世界は変わらなくて、適切な人を任せて、その人に関しての経営についての まああのまあ、行っていいくととうことで日本と世界はそういった意味ではあまり変わらないと思うんですけれどもあとはですからあの、まあえー、言葉の壁というのはやっぱあるんですけど、えー、よってより緊密にやっぱり連絡を取ってどう思っているかとか、えー、これはどうに考えるんだということをです、ね、やっぱりコミュニケーションをしていかないとだめですしそれからあとは 逆にですね、あの、ちょっと誤解しちゃい、困て、誤解してもらうと困るんですけど、任せっきりじゃなくて、このラインは絶対超えるなよっていうのはちゃんとこうパラメーターセットしますし、えー、それに対してやっぱり議論っていうのはやっぱりちゃんとしますから、何でもかんでも好きなようにやってくれじゃあ当然ないですから、そこら辺はやっぱりちゃんとルールセッティングもしなければいけないし、あの、よってあれですよ、あの、私が、えっと、ロブだとか、それからソニーピクチャーとトニーを任命したときに、こことここはごめん、東京から指示出すから。 これれは聞いてくるので困るからね。それでもいいんだったら CEO やってって言いましたからあとになって言うとそ,えそんなことない東京から言われるのって嫌だったんでそれはちゃんと明確に言って彼にやっぱり経営してもらってるって感じですよね。そういったその任せるっていうことに関しては自分がある完全に、まあ、ある程度理解するまで議論をしていきながら。 一方重要なポイントに関して自分が権限を持つよということを明確化したということです,、ね、うですね。ここだけは東京からあの声出すから、指示するから。ちなみにどの分野っていうのは聞いていいんですか、それは。ああだから例えば、<laughs> あ,のあれですね、えーとまあ、どちらかというとあの管理系の話が多いんですけれども、あの特にソニーピクチャーズはその昔、結構あの痛い思いをしてますからあの、管理に関しては数字周りは結構東京から細かい指示からよろしく、あの嫌なのは分かってるけれども、これがもうジャパニーズカンパニーで、あのクリエイティブには口出さないけれども、金周りについては もう良くも悪くもどんどん口出すからそれはよろしくねいいよねっていう話でやっぱり進めたんですね一方そのよく議論なんだが年俸格差 は報酬格差の問題が結構、はいはい、日本とか西米と特に米国の場合、はい、出てくるんですが、その場合はどう、まあ、それはもう年俸は米国の相場なんだから、それ全体出すなく知らないといった場合、日本側を変えるということ、あんまり考えられるのか,どうなかあのこれは本当に大きな問題で、はいえー、まさしくアメリカでトップタレントを、えーまああのー、でし来てもらって、仕事をしてもらうということは、これはもうそれなりの相場の。 やっぱり、あのー、収入をやっぱり出さなければ、も、ま、う、あ、全くオファー聞いてもくれないですから、やっぱりそれはコンペティティブな数字をやっぱり出してます。私はどちらかと,いうと問題意識を持ってるのは、えー、日本サイドがやはりですね、えー、もっと、えー、ちゃんと、えー、業績とか成果が出ているトップタレントに対しては、ちゃんとそれなりの報酬を払うべきだっていうのが私のスタンスで、ただそこにあるのは逆もあって、 どんなに素晴らしい業績を出していた、例えば VP だとしましょう。それが EVP になった瞬間に業績が出なくなったらば、極端な話、卒業ですよ。極端に言えばね。もしくは減俸するっていう。それがあるからこそ、パフォーマンスが出てる間のリーダーに対しては、ちゃんと出します。それはアメリカのやり方、欧米のやり方ですよね。あの、いいとこ取りだけして、お金ください。でもうまくいかなくてはあの、ちゃんとキープしてくださいね。それはないんで、 やっぱりそこら辺のやっぱりメリハリっていうのが、これからやっぱり日本はもっともっと議論しなければいけないし、でも私に言わせれば、そういうふうなメリハリがある給与体系、報酬体系の方が、これもできる社員からしているとモチベーション上がりますよね。パフォーマンス出たらばちゃんと払ってくれるんだ。で、そういう人たちっていうのは、 ダウンサイドがあるということもよく分かってますしパフォーマンスが出なくなったらばもう、まあ、あ原稿してもらってもいいしもう場合によってはさよならということも分かっている上でやってますよっていうのが本当のトップパフォーマーがの思考回路じゃないかなと私は思いますけどね。という意味では優秀な人を採用してその人に関して思いっきり適正な 報酬を与えて、その分だけリターンを、利益を生み出していくってことにフォーカスをいって、日本において同じような形でやっていくということですまだまだ、あのソニーがそういうふうに完璧になっているかって多分そうじゃないかと思うんですけれども、今の私の意見ですけれども、そううああるべきだっていうのがあります3つ目の質問が今度、人の採用ということで、あるいは選択、指名、はい、ということですが。 まあ、適切な人が任せるといったらいい人を採用しなくちゃならないわけですね,ですですねいい人をアポイントしなくちゃならないわけですが、まあ、その中僕はすごい印象残っているのはやっぱ吉田さん、とときさんを、まあ、ソネットか呼び戻して、はい、で経営チームに入れたは僕はそこは一つの鍵だったんじゃないかとずっと思っているんですが、ねはいまあ、どういう判断で、まあ、そういった人を選んでその人に登、ま、用、あ、するのかちょっとお伺いいしたいんですが、あのーまあえー、吉田とときっていう個人の話ということではないですけれども あのやっぱり一番私が、えー、気を使ってたのが、えー、自分が持ってないもの要するに私は何が不得意なんだろうかっていうことをまず自分で考えると第一にすぐ挙げるのがまずはファイナンス周り、えー、これはですね私はずっとエンターテインメントでいろいろ仕事してるんですけどもファイナンスの仕事はしてないので明らかにそこは私はあまり強くないっていうのは一番よく自分で分かってるんでじゃあ これからソニアを立て直すっていう中で、えー、加藤 CFO もうそろそろリタイアっていうことですので、では、ファイナンスにめちゃくちゃ強くて、その分野でいろんな一角を持ってるし、実績を出してる人は誰だろうかっていろいろ探してみると、やっぱり吉田さんとか届きさんだったんですよね。あの、ここまさしくさ,さっきの話じゃないですけども、彼らはあ、その道のエキスパートです、プロですから、えー、私は質問はしますけれども、教えてくださいですよね。 そこを、また私が吉田に対して、いや、これはこうだとか指示した瞬間に、何っての平井さんと思われたらもうクレディビティ下がっちゃうから、これはもう任せましたから、質問はするし、え、議論はするけども、あなたたちのエクスパーティーズに頼ってるんですよってことをやっぱり伝えることによって、彼らも,もっと自由に仕事ができるようになりますから、え、そういった意味で言えば、例えばエンターテインメントでも、やっぱり、 えー、自分が持ってないものを持ってるリーダーというのはどこにいるんだろうかとかいうことをやっぱり見極めていくというのはやっぱりすごい大事なのとあとは最終的に、えー、人選っていうことでちょっと違いますけどもよく聞かれるのがじゃあ何で吉田さんを後継者に選んだんですかっていう質問をよくされるんですけどもこれはですね、えー、単純に言うと、えー、私と全く違う、えー、経営スタイルを持ってるからです。私私と一緒だったらば別に私がやればいいわけで あえて違うスタイルのリーダーシップを持ってくることによって、社員は、え、平井さんと全く違う人が来ちゃったら大丈夫どう,どうすんの期間があるわけですよね。平井と同じだったら別に同じじゃないになったらば、全然そこには期間がないし、やっぱり、何、うん、て言うんですかね、オートパイロットになっちゃうんで、全く違う人が来たんだっていうことで、やっぱりこう、えー、まあ、期間っていうのはいい言葉かもしれないですけども、やっぱり思ってもらって、 吉田さんに対応してもらってっていう新しいこうなんですか、いつも違うんですよっていうことをやっぱり組織っていうのは求めてるんで、同じものをずっとやってちゃいけないなっていう意味で、まあ他にもいろいろ理由があるんですけどもあの、それも一つ大きな理由で、吉田さんにお願いしました最後、一問だけ質問して、あのそのまあ、全体の討議に入りたいと思いますが、まあ、吉田さん、と時さんというのは,、まあ、要は、いわゆるソニーの保守本流じゃないところで、 吉田ささんもですすでで転席されいたたわけですね、はい、そういった中であのその数多くいるリーダーの中でその中で、まあ、全て彼ら二人に限らず多くの会社のトップを選ぶときに何を見てらっしゃるのかどういったポイントが一番重要でしょうか、んまあ、実は私もあのずっとソニーの本体では仕事したことなくて、えー、エンターテインメント、ね、音楽やってゲームやってっていうことで来てそれでまあたまたま。 と言っていいかどうかわからないですけども、まあ、吉田元きもそうだったということでこれはですねやっぱりソニーグループのいいところかもしれないんですけれどもあ,のあえて本体ではないところもしくはまあそのメインのエレキじゃないところで仕事をしてきていろんなものの見方とか外からソニーはどう見えてるかとかですねそういったものをやっぱり違う視点を持ったあの人たちがやっぱりリーダーシップのポジションにつくっていうのはやっぱりすごい大事。 なんじゃないかなというふうに思っているので、えーまあ、そういった意味では、これはもうソニーは大きい会社で、まあ、あえていろんなビジネスをやってるからこそ、まあ、あえてできることなんですけれども、その部外者の目、社内にいる部外者の目、えー、っていうのがやっぱりすごい大事じゃないかなというふうに私も思いましたし、まあ、 あのね、選ばれた、私を選んでくれた皆さん、指名以下の人はどう思ったか分かんないですけども、そういった要素も一つあるんじゃないかなと思いますね。同じ釜の飯をあえて食べてなかったっていう。登用する場合、一番見るポイント、その選ぶときに、何を見てらっしゃるすか。あのー、こういうとですね、非常になんかちょっと、あの、イモーションになっちゃうんですけども、最終的には、あのー、目というか、パッションというか、やっぱり確固たるものをちゃんと持っているっていうのを、やっぱり感じられるかどうかですよね。 もうそれは最終的にはもうそういった妹者のところにやっぱりこざるを得ないじゃないかなと私は思いますし、あのよってもう100%当たるってことはないので、中にはですね。別にあの社長人事とかじゃなくてもやっぱりうまくいかない人事ってあるわけですよで、それもさっきの話じゃないですけども、周りを見てて平井さんがあの人事あれ間違えてるよ。ってみんな思ってるわけですよ。いつになったらあの人変えるのと思ってるのに、何にもしなかったらば結局そういうリーダーだなと思われちゃうんで。 やっぱりそういった人事でも間違えたとするならばこれ社長とかそういう話じゃないしっ昔の話なんですけども違うと思ったらばやっぱり早々にやっぱりそういったものを変えていくということそれはやっぱり社員が期待してますしあやっぱりそうだ平井さん、外したんだなあの人はというふうにやっぱり思えるような組織作りってのも大事なんで人事も100%じゃないですけどもさっき申し上げたように間違ったら間違えたすぐやっぱりそれ対処するってことが求められるんじゃないかなと思いますね。ね ということで、僕はこれの登壇するになた、あたって時計外して、来 <laughs> ました時計見ないでですね、あの皆さんに対してガンガンにですね、質問の機会を与えたいと思いますが、3問取りたいと思いますが、どなたがご質問があれば、辻さんと、やがった、さとみさんと、 後ろ高嶋さん3人じゃままず来ましょうかあの分からないものは分からないって言いますし答えられないものは答えられませんって言いますので <laughs> さんと <laughs> 何聞いてもらってもっ結構です里見さんと高平井さん時代のバイオの売却っていうのは結構大きかったなと思うんですがその決断をした時に大事にした価値観とか、はい、まあ判断基準の話と決断した後に社員とか、まあ、その当該会社バイオチームにどうせき説明責任を。 果たされたかっていうのをお聞きしたいなと思います。はいで。まとめて聞きましょう。じゃあ、すさんお願いします。はい。あの、ありがとうございます。先日ありがとうございました。あの、平井さんも現場がお好きだと思うんですけど、どんどんこう、複雑系の経営で現場から離れていきますと。で、エンジニアとか、事業の人たちも、プレイヤーですごい楽しいけど、マネジメントになると、ちょっとその、また必要なモチベーションが変わりますと。そのモチベーションを上げるのってどういうことをおっしゃってたとか、あの、リーダーシップの楽しさをどう伝えられてたのかをぜひ、お、あの、お、お教えください。 はい。では、高島小恵さんお願いします。はい。美味しく高島です。ありがとうございます。えっと、今日の話の延長なんですけど、その登用した人材の成長のために、どんな手助けをするのか。特に、ご自身が、その専門領域じゃないところ、得意じゃないところを任せた人の成長のために、 あのどんなサポートをリードーとしてされたか教えてください。はい、了解しました。えっ、ー、とじゃえっ、ー、とそのまずはサトミさんと問ですね。はい、えっとバイオ、えー、ですけれどもよくですねあのまあバイオは売却したのに、えー、テレビはなぜ売却しなかったっていうことをよく聞かれるんですけれどもこれは非常にあの単純なビジネスなの理由があってバイオの売却を判断したのはですね、えー、いろいろ分析したんですけれども残念ながらソニーとしてソニーらしさ再開ができるポイントがだんだんなくなってきてしまったということで。 えー、どんどんですね、やっぱり低コストか、それからあとは他人って言っちゃなんですけども、OS に頼って、他社のやっぱり CPU に頼るっていうビジネスモデルから、なかなかですね、利益を出していくというのは非常に難しいなっていう判断があった一方で、テレビの方はですね、実はあの、チップセットは独自のものをずっと長い間投資してきてて、あの、パネル自体は外部から買ってたんで、外部のパネルを買ったみんな一緒でしょって思われがちなんですけども、それをドライブするチップセットっていうのは独自のものがあって、 まあ、あの、画質がですね、やっぱどんどん良くなっていくっていうのが分かっていたのと、あとは、さっきの話なんですけど、分析して、痛みは伴うけども、改革をすれば必ず黒字ができるっていうのがあったんで、そこがバイオとですね、あの、テレビの、えー、判断の違いだったんですけれども、一番気にかけてたっていうのはですね、これはあの別にバイオだけじゃなくて、いろんな事業から、やっぱりあの、撤退とかですね、売却をしてるんですけども、一番気にかけたのは、元ソニーの社員の方々が、えー、ソニーの社員ではなくなっていく中で、 彼ら彼女らの処遇がどういうふうに保証されるかっていうのが一番大きなポイントで私はありました。要するに、ディールがいいかどうかっていうのは当然そうなんですけども、社員の立場、特に給与水準とかそういうものをどうやって、どのくらいが保証してくれるんですかっていうことをですね、やっぱりかなり交渉して、そこがちゃんと明確な答えが得られないパートナーさんとはなかなかビジネスをしないっていうことを私は決めてやってましたし、 それからあとは、バイオの社員の皆さんにもやっぱり、これはちゃんと説明をして、なぜこういう判断に至ったかっていうこと、これはやっぱり説明をしましたし、あの、何回もですね、特にバイオの,あのトップの皆さんから、やっぱり何回もプッシュバックありましたけども、これはもうこういう理由で決めたから、こうなんだっていうことで、説明は何回もやっぱりしましたけれども、 あのまあどのくらい響いたかどうかあれですけど、何でしょう社員の食っていうのはやっぱりすごい大事だっていうふうに思ったっていうことですね。も二番目なんでしたっけ？辻さん元ソニーの辻さん。あもう一つなんか説明さてませんでしたっけ？そう。それ僕側は高嶋康平さんは大で,ですか？はい。成長のためといはい。はい、どちらかいきます。辻さんはそのモチベーションを上げるためにどういったことをされてますかっていうことモチベーションを上げるためにあのええっと社員でしたっけごめんなさい。あはい,いあはいはいはい。はいはいはい あのー、これはですね、やっぱりそれぞれ皆さんが感じることが違うと思うんですけれども、あのー、よってそのトランジションが、要するに名選手から名監督へのトランジションができる人とできない人がまずいるってことをリーダーはちゃんと理解しなきゃいけないんですね。で、中には名選手でいたくて、そのままでずっといいんだというふうに思っている人に、あえて監督やってくださいっていうふうに言うと、本人のモチベーションが下がっちゃいますし、 さっき言ったようにですね、やっぱりなかなか監督としてやっぱり、え成果が出ない、リーダーとして成果が出ないっていうこともあるんで、まずは、 本人が次のステップに行きたいかどうか、行くことによって自分のモチベーション上がるんですかっていうことをやっぱり確認するとか、対話するっていうことはやっぱりすごい大事だというふうに思うんですね。あの、残念なんですけれども、本当に名選手なんだけども、リーダーシップはちょっとっていう人を無理やりさせるっていうのは、逆にそれはリーダーとしては良くないと思ってるんで、残念ですけど、じゃあ、あの、一つもコントリビューターとして頑張ってくださいっていうことが大事なのと、もう一つは逆に新しいリーダーになって、 そこでまずはリーダーに何を求められているかということをいろいろと話をした中で、やっぱり少しずつやっぱ成果が出てくる。で、あの、それに対してですね、やっぱり、うそういうリーダーシップのポジションについた人たちっていうのは、やっぱりすごい、あの、成果を出したいと思ってますから、やっぱりそれをよくやったとかですね、評価してあげるとか、えー、次なるチャレンジをちゃんと与えるっていうことがですね、やっぱりすごい大事になってくるし、そういうマインドセットを最初から持ってますから、 うまく、どんどん上に上がっていくっていう人が、あの、多いんじゃないかなと思うんですけども、一番のポイントは、えー、監督になりたくない名選手に、監督になってくださいっていうことを言わないっていうのが一番大事だと私も思いますけどね。そこでモチベーションももう一挙止まっちゃいますから。高島さんが成長の機会をどうやって作ってらっしゃるのかっていうことですね。はい。高島さんから三つ目が成長の機会と。はい。苦手 <laughs> はい。あのー、まずですね、えー、一番重要になってくるのは、えー、パラメータをセットした上で、さっきの話じゃないですけども、基本的には、 えー、この分野のプロフェッショナルは私ではなくてあなたなんですから。 映画のトップはあなたで、あなたがマネージしてるんですよっていうことを明確にして、ここだけは私が決めますけどもっていうことを、やっぱり各分野のトップ、ですからテレビの事業本部長ですとか、え後に切り離したテレビの会社の社長だとか、各リーダーに、え基本的にはあなたがプロで、あなたがトップなんですっていうことを、やっぱり常に今日から私は言ってましたし、逆に悩んでることがあったらばちゃんと言ってほしいし、 君を出して欲しいものについてはちゃんと君を出し責任は取るからっていうそのリレーションシップは明確にしてますけれども私があなたに対して指示を全部出すってことはしないってことを最初から言ってますから 言われた方は、あ、結構頑張らないとダメなんだなっていうふうに、やっぱり思ってもらえるかもらえないかで、全部上から指示出したらば、結局そういうもんだってなっちゃいますから、あの、あっちゃいけないのはですね、例えばだから、あの、プレイステーションで言ったらば、ウォルマート行ってこうしてこいとか、あの,あのゲーム屋さん行ってこういう戦力いいよって言った瞬間に、私は何ってなっちゃいますから、そういったことはもう君たちがプロなんだから任せたっていうメッセージはいかに出せるかですよね。次行きましょうか。あと2、2、3問。えっ、ー、と、松本康典と赤川さんとイ,イーさん。 オンライン大丈夫？じゃあそれだけじゃお願いします。ラクスルの松本です。ありがとうございました。はい、えっとグローバルで事業を展開する中で、はい、この日本企業らしさを残す部分と一方でかなりあの売上も社員も海外の方多いと思うんですが、そのグローバル化していく、えー、部分、そのバランスをどソニーらしさを作る上でグローバルローカル、えー、どうマネージされているか、えー、どう寄せているか教えてください。あの私の時代ではですね、えー、あえて その日本とか、えー、海外っていうようなマインドセットはあまりなくて、もうワールドワイドでソニーっていうような観点でやっぱりやってましたので、えー、なんていうんですかね、あまりそこの意識は逆になかったっていう感じですよね。で、例えば一つの例としてメッセージなんかもそうなんですけども、私はソニーは感動を届ける企業ですっていうふうに言って、海外に行ったらばそれが妹さんの動画を起こるって言わないで、アメリカ行っても感動だ感動だ、ヨーロッパ行っても感動感動っていうふうに言って、そこはもう全くボーダーレスに、 やっぱりやるっていうのはすごい重要だっていう,うに私は思ってたんでそういったことをあえて意識せずにやっぱりやってきたっていうことですね。まあ、言ってみれば感動っていう言葉は世界で使ったから日本らしいものを出したっていうこともある、まあ、そういう言い方もあるかもしれないですけれどもど、はい、赤川さん。 ありがとうございました。えっ、ー、と、モチベーションについてあの、クリエイターも多いと思うんで、はい、結構、あの、ハートで語っても、納得感みたいなものは、まあ、なかなか得られるのが難しい瞬間もあると思いますと、どこまで、その、個々人の納得感に向き合ってらっしゃいましたか、というのと、関連してど、どの、どうやってモチベーション、キーマンのモチベーション、どうやって把握されてましたか、というのをお聞きしたいです。あのー、まずはですね、えー、キーマンのモチベーション、どうやって把握できたかっていうと、もうまさしくそれは、まあ、対話の中で、 あの、各ビジネスのトップとはですね、えっ、ー、と、数週間に一遍、一対一で、必ず対話をするようにしてて、どういうふうに思っているか、どう感じているか、何が問題かっていうのを、腹を割って話すっていう機会をですね、必ず持ってたんで、任せたよをよろしくではなくて、それに対してどう思っているかっていうフィードバックを得る、その対話をするループっていうのは、えー、必ず設けてたっていうのが、まあ一番大きいんじゃないかなと。 ええー、いうふうに思ってます。えっ、ー、と、レポートラインを超えることはですね、えっ、ー、と、基本的には、えー、まずはレポートラインを超える前に、ちゃんとレポートラインの中でいろいろやってもらって、それでもあえて物事がうまくいかない場合は、えー、それなりのルートをちゃんと通して、あの、話をするようにはしてましたんで、最初はレポートラインを超えてやると、まさしくいろんな問題が起きてしまいますから、それはちゃんとリスペクトはしてました。 レポート代、こういう時のレポート代、こう、こう、リーダーに入るよって,いうのとっていうの、あの、場合によっては、あの、ごめん、えっ、ー、と、各株式会社から、ちょっと話したいというふうに言ってきてるから。これはちょっと、直接話聞くけども、どういう話したかっていうのは、ちゃんとフィードバックするか、よろしくねって言いますよね。なるほど、なるほど。うん、オッケー、で、いさん。はい、あの、コモンズ投信でいいでございます。<う>よろしくお願いします。あ,ますあの、平井さんの時に、アクセルレーションプログラムを始められて。はいはい、社内で新しいビジネスを作るということをされておりましたけれども。はい、素晴らしいと思ってるんですが。がその、社内で新しい新規事業を起こすって言った時の、ポイント。 組織くりみたいいなところを教えてくださいあの一番のです、ね、ポイントは、えー、と組織づくりでいうと、えー、そういった新規事業をやりましょうっていうビジネスを立ち上げたときに、CEO に直接レポートさせること。 えー、じゃないとですね、いろんなことをやっぱり新しくやって、例えばあのエレキの商品作ろうって言ったら、試作品作んなきゃいけないとかいろいろあるじゃないですか。そうすると、試作品作ってくださいって言うと、またそこの部門で、んね、忙しいんだからノートやってる場合じゃないんだよってなっちゃうんで、いや、平井さんの直轄の組織なんですけどって言った瞬間に、面、う、倒、ん、めんどくさいけどや、やっぱりやらなきゃダメか。もしくは私が電話して、あの試作品どうなったんだっけって言われると、やらざるを得ない。 っていうやっぱり状況を作んないと、あの、ナンバー2、ナンバー3にレポートしてると、そもそも社内で結局そのぐらいしか思ってないんで平井さんと思われちゃうからいけないですし、あとはいろんな、えっ、ー、と、やっぱりロードブロックが出てきちゃうんで、良くないっていう意味で、必ずそういったものは、えー、トップにレポートしなければいけないし、レポートしてる、されてるトップもそれに対してちゃんと積極的に関与する。 えー、場合によってはお手伝いするっていうことをしなければいけないっていうのは一つと、それからですね、えー、同じくそういったことをやっぱりやりましょうって言ったんだったらば、よくあるのがですね、なんとかそれこそ新規事業プロジェクトで言って半年ぐらい経つと、あれどうなったんだっけなんかフェードアウトしちゃったみたいだよ。なった瞬間に社員は結局そんなもんだったんで思うんで、もう一つお願いしたのは、この SAP やるときに何があっても、 ずっとやるっていうふうなことがちゃんと担保できるようなシステムだとか人事とかをちゃんとやってくださいね。じゃないと結局始めてもすぐ終わっちゃっておしまいっていうよくある日本のパターンになったらは結局それ以上のものにならないし結局うちの会社ってそんなもんなんだと思われた瞬間にダメなんでまだやってるよ。結構長続きしてるよねってやっぱ思,わ思ってもらえるぐらい長続きできるような持続性を担保してくださいっていうのをお願いしました。 はい。ということで、と冒頭にですね、第1回目の第1部全体会で、平井さんにお越しいただいてですね、世界で勝つテクノベート営という話をお伺いしました。今日一日中、モチベーションガンガンに上げてですね、目をしっかりと見極めてパッションを持ってやっていきながら、時計を見ないで進めていきたいなと。時計見ないでい、ということで、はい、だから、時計ないのは素晴らしい。<laughs> 正解です。覚えてきたということで。<laughs> ということで、平井さん、皆さん、大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。<laughs>